ハンナンリ美容株式会社は、大阪府藤井寺市に本社を置く、リビオ業を営む日本の企業。プラージュの店名で、全国的に展開しており、同業界の年少日本一を誇る。リオプラージュさせぼ店親切、丁寧、待たずにできる店を新年に掲げ、リビオ業界で15年連続年少日本一を維持している。 2014年10月現在全都道府県に約600店舗を展開する。その他、2014年1月に、ミャンマーエアウェイズ・インターナショナル・ジャパン株式会社を設立して、関西ヤンゴン間の航空運送事業も行ったが、2014年11月に、その運行を休止した。月4店舗のペースで新規出店を行い、店舗数でも日本一を目指している。 その理由として、一つでも多くの場所で一人でも多くの方にプラージュを利用してもらいたい多くのスタッフが飛躍の場を広げる、環境を提供するを挙げている。大人カットカウソ付つき1500円という低価格でサービスを展開しているため、地域の個人経営の利微用店頭から避難されることがある。また、低価格の動きを牽制するため、 先発設備義務化条例の制定を求める運動もあり、長野県や広島県などでは施行されている。判断利美容の大阪府内の店舗で勤務する男性の利用士を勤務する資格がない鳥取店の従業員として鳥取県知事に届け出ていたとして、同社産院エリア統括マネージャーと鳥取店の元店長が鳥取県警察から書類送検されたことが発覚した。 大阪国税局による税務調査で2001年3月期から2008年3月期までの7年間にわたり8800万円の所得隠しを指摘されていたことが2010年3月に発覚した内装の発注費を過大に支払ったり退職した従業員が在籍しているように偽装し所得を圧縮していた模様で同社は修正申告に応じたという 子会社のイオうドン株式会社が、イオ製麺ブランドで、セルフうどんチェーン店の運営も行っており、丸亀製麺の空白区に、主に出店を行っていることから、店舗数が少ないながらも、全国的にまんべんなく存在する。それ以外にも、大阪王将のフランチャイズ事業者でもある。ありがとうございます。